カップルですな。すぐに引き返してほしい。すぐに逃げて、すぐに逃げて。葛飾ボンドクでーす。恥ずかしい。今日の企画は上野公園発展場紹介。よいしょ。お久しぶりです。上野公園はですね、発展場として非常に有名な場所ではあるんですけれども、実際どこで発展してるのかっていうのを皆さん知らないと思うんで、うん、まあ、我々が ね、そうそうそう、何個かありますんで、はい、早速一個ずつ発展スポットを紹介していきたいと思います。そうそう、上野公園の治安を守るために外でやるのは良くないと。そうです。はい、じゃあ公然わいせつ取り締まるためにも頑張っていきましょう、うん、はい。はい、まず1か所目、七戸です。まあ、七戸って急に言ってもね、なんやねんって感じだけど、上野公園のトイレにはこう、はいはい、番号が振ってあって、でその数字プラストイレのトーン、うん、で七戸です。そう、七戸ね、結構出てくるんですよ。結構出ます。上野動物園の入り口のすぐ横なんだけど、うん、あんま人いるイメージはない。現場を見たことはない。まあでも七戸で実際やるかどうかっていうよりか、なんとなく我々の感覚だとマッチングに、どっかホテルなり発展スポットなり、まあ行くっていうところで、この七戸は比較的品質する場所なので、ここは夜中入るときは勘違いされないように、まあ要注意ですね。要注意の場所の1個になります。はい、まず1個目、七戸になります。はい、はい、ということで2か所目、お化け灯籠でございます。ここはね、あの、初めて知りました、最近。そうだね。ちょうど昨日の爆祭の書き込みで、どこにいるっていうのに対して、灯籠と。返信がありました。灯籠探したよ。上野公園内でも、わかんなくて。ここもね、まあ多分夜は人気がなくて、全くないと思う、うん。日中でもあんま人少ないもん。そう。てか上野公園にね、上野東照宮なんてのがあるのは初めて知ったし、ね、ここで発展するはないな。視界を遮れるような場所はないので、うん、多分おそらくここもマッチング。まあ、とりあえず灯籠が出たら、うん、ここ。場所的には、まあさっきの七戸と近い、上野公動物園の左側って感じかな。うん、ということで、はい、灯籠の紹介でした。はい、3カ所目、大倉劇場です。はい、思い出の地ね。思い出の地、はい、我々潜入したことありますけども、はい、上野公園のすぐ隣がこの大倉劇場っていうことなんですけど、まあ、なんでなんか上野公園が発展場になったかというと、多分おそらくここなんじゃないかなと思います。エロい映画流してるここで、はいはいはい、発展すると。そう、ここから多分人が流れてきてるので、うん、源流と言いますか。まあそうだね、うん、上野発展寺総本山、ここがエネルギー源ですから。僕たちの動画見てもらえば分かるんですけど、まあ、特選に行ってくれれば、うん、もうその場ですぐ多分できますんで、まあ、一番いいと思いますよ。はい、そうです。もう正面にね、はい、おかまの人いてね、見られてる感じしますね。ありますけども、はい、怪しい目で見られてますけど、いや別に悪いことしてないですから。そうだ、ただ映画館紹介してるだけだから。そうそうそう、じゃあ一番メインのところの紹介をしていきたいと思います。行、うんうん、はい、きましょうか。行、はい、きましょう。はい、はい、4カ所目、八戸です。はい、ここね結構本命。本命だね。もう一番もトイ上野公園のトイレと言ったらもう八戸、八戸にいますっていうのがすごい多くて、まあ結局中身は普通のトイレなんだけど、まあ、この後紹介するんですけど、メインの発展場の、うん、お山という場所があるんですけど、うん、はい、そこに最も近いトイレがこちらになるので、うん、まあね、ほんと歩いて30秒1分そんなかかんないとかな。夜中この八戸の周りにはやっぱり怪しい人がロしてます。はい、まあ、場所としてはあの野球場があるんですけど、まあ、それの本当横のトイレ、うん、夜よくよく注意してハチと見たら、うん、すっごい分かります。それやばいですから、すぐ分かる、うん、ここは本当に最も危険なトイレなので、そうですね、ぜひ押さえておいてほしいと思います。ハチ、はい、とです。はい、あとついにいよいよメインの発展場を、はい、紹介したいと思います。はい、行っちゃいます。はい、頑張ります。ということで来ました、すり鉢山、はい、通称お山ですね。通称お山だね。ここが上野公園の発展場になります。そうです。もうこの階段を登ったらもう君も立派なゲイですから。ゲイっていうか、おかまの階段登る、ね、君はまだシンデレラだろうし、ね、まだその時は。あ、そうだね。あ、もう登っちゃったらもう野獣ですけど、はい、おかまと野獣かもしれない。先輩かもしれない。展板にも書いてあるけど、午後11時から午前5時まで立ち入り禁止ですからね。皆さん知ってますじゃん。禁止ですから。はい、出てますけど。
もう今までトイレの中とかは、うん、まあ、トイレだから映せないってもあるけど、うん、まあ、あくまでマッチングが多分メインなんだけど、うん、ここは実際恋をするんで、はい、ちょっとここは重点的に紹介したいから、うん、ちょっと頑張って頑張ります。ちょっと抑えていきたいと思います。はい、はい、じゃあ登っていきます。はい、行きます。円形になってるんですけど、こう等間隔で座れる石が置いてあります。こんな感じで多分おそらく皆さん爆砕とかを見ながら相手をこうやって品定めしてます。ちなみにこういう借用書、借用書も落ちてます。借金まみれの方もいらっしゃるんでしょうかね。今明るいんでなんかまだ健全な、なんか憩いの場みたいな感じになってますけど、夜マジ怪しいっす本当に。お山の頂点と麓の間に茂みっていう場所が、お釜が茂みの方に、あ、やばい、ちょっと茂み行くな茂みっていうところが行為を、発展を実際する場所になります。この赤羽水門とかもそうだったけど、自然を利用してやるんでそうだ、ね、植物を壁にして素質を作り出すっていう天才の集団なので、はい、すぐに引き返してほしい。すぐに逃げて。ダメ。ちょっと最悪です。やばい、と紹介しようと思ったけど。ちょっと今おばさんとおじさんみたいな人が二人組でその茂みの中に入って行きました。おばさんじゃなくておかまなんです。かまさんでした。かまさんなんです。かまさんでした。と紹介できるか別としてちょっと一旦見に行きたいと思います。はい。すごかったね。発展の場はね、夜撮りますって言ったけど、発展してたもん。何やってるかはよく分かんない。なんか手こきかなー、あの感じだとちょっと。どっちもスタンディングだった。ダブルスタンディングスタイルだった。ちなみに今ここ最後高森の像の下にいるんだけど、ここも一応あのスポットらしい。ついさっき爆砕でね、あの最後を撮ります。最後いますって言ったから。西郷さんそういうのに使わない。本当に今度は消化終わったので現場を抑えることに注意をして、はい、巡回したいと思います。公然わいせつですから、はい、はい、通報するぞじゃあ巡回していきます。はい、お疲れ様です。はい、っていうことでまあね、結局あの後いろいろうろうろしたんだけど、はい、お山がもうカップルと子連れが多すぎて、そうだね、あの発展できる雰囲気がなかったですね、うん、まあもう発展してるところも見れたからもういいかな、はい、この時間で発展してるのか夜中はもう察してください。もう本当に発展場系は最後にしたい我々も発展ザファイナル、発展ザファイナルだね。このコンテンツしかも伸びないところがもう分かってるんで、したいなぁ、まあ、いっぱい批判声来てますけど、まあそうですね、それしか来てないから、ね、庭荒らすなみたいなね来るけど、うん、あの別にダメですから普通外でするの、そうですね、ゲイがダメとか思わないし、うん、発展してていいと思うし、まあ、今の時代男2人でホテル行っても別にまあね、そうで入れますし、ね、おかしくないし、それをなんかゲイだけは外でやってもいいみたいなことだから僕には理解できません。そうだな、はい、まさにそういうことや。この動画を見て一般の方はそういう危険な場に巻き込まれないように、はい、ぜひ注意をしてほしいですし、はい、ね、はい、これからもお山はね、カップルとか外国人の方が楽しむ憩いの場であってほしいと僕は思いますので、はい、はい、そのあたりよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。